ベオウルフの作者が、スノトラという言葉を、賢い、分別のあるという意味で使っている。北欧神話のスノトラとは、賢明さと関連する女神である。スノトラは13世紀にスノッリの表した、スノッリのエッダでのみ裏付けられる。研究者はこの女神が暗示するものについての学説を提起している。スノッリのエッダのギルビタブラカシ35章で、 ハールは16柱のアース女神について簡単に説明する。ハールは巣の虎を13番目に挙げ、巣の虎は懸命で礼儀正しいとしている。そしてハールは巣の虎の名前が賢い男や女がスナートルと呼ばれることの由来である付け加える。スノッリのエッタの死後法では巣の虎は27柱のアース女神の名前の中に含まれている。 これら二つの情報源以外でスノトラの存在を裏付けるものはない。アンディ・オーチャードとルドルフ・ジメックは、スノトラは、スノッリの絵体以外に裏付けがないとし、スノッリの創作ではないかと述べる。オーチャードは、そうでなければスノッリは失われた、情報源を利用したからで、スノッリが彼女についての情報をほとんど提示できないのは、それが彼女の名前の意味から導き出したもので。 あるからではないかとする。ジメックは、スノーリワスの虎を、コノルドゴのスナートルから考案し、他の重要でない女神の隣に、彼女を加えたのだろうと述べる。しかしながら、ジメックは、また、スノトラ、サーガ、フリーン、シェブン、バール、そして、ボルなどの女神は、女性を守るべき女神として漠然と定義された存在であるとし、彼女たちは、私的な特定の分野を、 それらは明確に違いがあるため多くの点においてマトロンと類似しているとする。翻訳元翻訳。ありがとうございます。